ビジネスブックコレクション。私は全然儲からない小児科医です。なぜなら診察室での親御さんへのお話が長いからです。解熱剤は使わない方がいいですよ、かえって熱が長引くことがありますよ、などと理由を含めてお話しするからです。今回のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら。小児科医は自分の子供に薬を飲ませない。この本を書いたのは鳥海小児科院長の鳥海佳代子さん。二児の母でもある鳥海さんが医者いらずの子供に育てる最善の方法を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。